んばんは。なんかなんか画面もやかかってない？ちょっとカメラ拭くね。直った？なんか画面汚かったのかな。はい、こんばんは。よいしょ。ということで本日は劇場公演の実況配信をね、ミスターと一緒にさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？こんばんは。お昼はね、2時間ぐらい皆さんと一緒にね、そう、一緒に2年前のねパーティー公演を見させていただきましたけれども、楽しかったですね。ずっと喋ってたような気がするけど、喋り倒してたね。まあ少しでもね楽しんでいただけていたらいいなと思います。そして今日はそう、買った服が届いたので。可愛くない？これね、こう普通に襟のついたねポロシャツかと思うと、こうなってるんですよ。ボタンがめっちゃ可愛いの。新しい服が届いたよ。サリン、こんばんは。こんばんは。ねえ、デザインおしゃれだよね。なんか髪短くしたらこういう服似合うわと思って個人的に外羽が一番好き。わかる。私も外羽に似合うなってちょっと思ったから、昨日も今日もやってるんだ髪サラサラ。そう、病院でやったトリートメントがもうめちゃめちゃ良かった。あと短いからケアが楽だね。行き届く隅々まで。今日はね、昼間に2時間ぐらいやってもうなんか喋り疲れたみたいなとこがあるので、まああのテロップが出たらね終わりにしたいと思うんですけど、すみません。今日はなんかやっぱ何、公式のねショールームのルームだからね、そう気合い入れてたからね、あの喋りの疲労がすんごい喋りの疲労がすんごいんですよ。楽しかったんだけどね。こんばんは。こんばんは。何より楽しかったんだけど。こんばんは。でもめっちゃ楽しかった。眠気も襲ってくるくらい楽しかったいや、終わった後は本当にね、あの電池が切れたかのようにのんびり過ごしましたけれども、うむうむ、そう、仲良しなのが伝わってよかった。 DMM 見つつショールームでのコメントも、そうそう、私サンマドしてたんですよ通話してる携帯とオンデマを見てる端末とショルムとか台本を見てる端末で、もうね、どこ見たらいいんだみたいなね感じでしたけども、でもなんか最終的に2万4千人ぐらいの方が見てくださっていたらしく、あの普通にやべえありがたい。そんなたくさんの方にね、私とミスさんのね、あのわちゃわちゃ会話をね聞いていただけたなんて本当にありがたいですな。ありがとうございました。2万4000ってすごいよね。そうね、ミスさんのチョイスがすごい良かったね。うむうむ、あ、
あくびが止まらる。ミサイルの755もないの意外。確かにまあ作ってないし、私ね人とねやってるね755のルーム結構動いてないんですよ結構動いてないんだけどね。まあミッサーはなんかなんだろうね。まあ今は離れてるからあれだけど、東京にいる時とかはもうなんかずっと一緒にいて喋ってるから、そう755で喋ることがないみたいなところはねあるんすよね。新規のメンバーが混じってるから楽しみな人が多かったもん。そうだね、もう卒業しちゃったメンバーもいたし、あの当時加入してそんな経ってない子たちもいたから、そうね確かに確かに。いいセレクトでしたね、非常にね。なんかあの皆さんがね書類部のコメントにいっぱいあの書いてくれたので、すごいたくさん拾えてよかった拾えてよかったです。みんなと盛り上がれた。ゆきまる頑張れが面白かった。そうなんかめっちゃゆきまる抜かれてたよね。あれゆきまるのイメージしかもう残ってないぐらい、ゆきまるすごい覚えてるわ今日の公演。えなんか今日の配信を見た後にゆきまるのツイッター見たら、あインスタか、めちゃめちゃなんか大人みたいなっていうか大人なショットを載せてて、いやー本当にね変わったなって大人っぽくなったなってすごい思いましたね。ねえ穴くりめっちゃ良かったね、非常にね。でもなんか卒業しちゃったメンバーがねエモエモでしたね。なんか懐かしいなと思って。そうしかもあとゆうなちゃんのね黒髪また見たいねみたいな話をねしてたら、本当にあのツイッターで見させてもらったんですけど、めっちゃ可愛くてゆうなちゃんの黒髪が、なんかあの明るい色も可愛かったんだけど、なんか黒も可愛いからなんかすごい、あ最高って思いましたね。非常に思いました、まあ、私の顔も結構違ったけどね2年前もともなると、なんかまだ目が開いてない頃でしたね。あんまりでもそんなにあれだね、顔太ってなかったな、あの時奇跡的に。しずくん時ってさずっと顔太ってたんだよね。体重がそもそも重かったのかな、今より太ってた気がする。メリークリスマス and I love you。こんばんは、こんばんは。インスタ更新してたの今気づいた。お、ありがとう。そう、今日外羽にしたし、メイクも可愛くしたし、服も届いて可愛いやつだから載せてみた。髪切って初投稿かな。サリン、こんばんは、こんばんは。あと今日何の話しようかな。今日はもうなんか劇場公演の時にずっと喋ってたから、もうね喋ることを考える脳みそがもう停止してるんだよね。そうツイッターのヘッダー、そう昨日一昨日昨日かな変えてみた。なんか飽きたなと思って大町の景色にした
新しい髪型が可愛すぎてたので久々にお邪魔しました。ありがとうございます。これからまたぜひいっぱい見に来てください。メンバーのコラボ配信やっぱ楽しそうだね。やっぱ可愛い、可愛いじゃねえや、楽しいよね、盛り上がるしね。セリンこんばんは、初見さんこんばんは。クリゲって何？色？色のことですか？やばい、本当にあくびが止まらん。赤茶色。あ、本当？めちゃめちゃ真っ黒なんだけどね、私。あくびが映る、すいません。どんどんね、目が潤んでる、あくびを重ねていくことにより。もう本当にねえねえって感じ。これで早く寝れるね。そう、ありがとうストってスタンプどこで見つけてきたの？あのパンの絵のスタンプが欲しくてで買ったんですよ。で、まああんま使いどころがなくて困ってんですけど、あのスタンプ。そうで、ありがとうストってあったから、いやついでにラーメンもあのスタンプで送ったっていう。ミサのねツイッター見ていただければ分かるんですけど、ありがとうストとラーメンの二段使いしました。これで早く寝れるね。うん、早く寝たいんですけどね、つい夜更かししちゃうんだよな私。そう、だから最近ね、なんかちょっと変な LINE スタンプにハマってて、ちょこちょこ買い足してるんですよね。そう、だから今持ってる LINE スタンプの数すごい、もうすごいよ。どんどん増えちゃう。まあでも明日日曜日じゃないですか、だからまあそんなにねゆっくり寝たくないわけ。できるだけ、まあ、朝と呼ばれる時間に起きたいから、まあ、そんなに寝るのも遅くならないようにしたいなとは思っております。着せ替えはね買わない人なんだけど、それこそミスターが誕生日プレゼントにあのスタンプと着せ替えを一個ずつね、あの私の好きなあの黄色のクマのキャラクターのやつをプレゼントしてくれて、もうマジで嬉しくて、だからずっと着せ替えはあのデフォルトのやつで行き、あの去年もらったのかな、いつもらったのか忘れちゃったけど、デフォルトのやつをずっと使ってたんだけど、そうミスターからねプレゼントしてもらったので、もうマジで嬉しくてね、ずっとそれ使ってる。いやもう本当に可愛いから、多分買い替えることないかな、ないんじゃないかな。着せ替えってさ、なんかそんないっぱいいらないじゃん、自分しか見れないから。そう、一個お気に入りのあれがあればもうめちゃめちゃいいから、ミスターからもらったやつをねもう一生使っていこうと思います。スタンプもねめっちゃ可愛いのくれてね、そうそうそう使ってるんですよ。いやね、天才だなって思った。なんかさ、誕生日プレゼントって何あげたらいいか分かんないんだけど、そうミスターが私のね LINE がデフォルトであるということに気づいて、そうくれたんですよね。天才だよね、ほんと。
でもそのあのなんていうの、そのアイディアもらおうと思って、私も友達への誕生日プレゼント LINE スタンプとか引き換えにしようって思ったけど、一度もそれやってないね思っただけで行動には移してないんですけど、ずっとそれ使ってるね。ミッサーのあのセンスの良さにはねなれないね。なんか多分生まれながらにしての才能だと思う。はい、そんなミッサーを褒めたたえていたら173日目のテロップが出ましたということで今日は短いですけれども終わりにしたいと思います。もう今日はしゃべり疲れだね、完全にね。ランキング読みます。13位さとちゃんありがとうございます。12位ともさんありがとうございます。11位フォルメガネさんありがとうございます。10位けんけんさんありがとうございます。9位あ韓国語だカムサムニダありがとうございます。8位ともちさんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。6位たてまけんけんさんありがとうございます。5位やちさんありがとうございます。4位まさとさんありがとうございます。3位はさっぴさんありがとうございます。2位とめさんありがとうございます。1位はアンディさんありがとうございます。ありがとう、ということでこれからもミッサヤリンのことを応援よろしくお願いしますそれでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。